らっしゃいませ。そちらになさいますか？ありがとうございます。おすすめの商品どうぞ。またのご来店を。いらっしゃい。お目が高いね。毎度あり。またよろしくな。いらっしゃいませ。そちらをお買い上げだ。どうぞ。あ、そちらをお買い上げです。どうぞ。あ、そちらをお買い上げだ。ありがとうございます。またご来。お伺いします。そちらおもありがとうございます。お決まりですか？ご注文の。そちらおありがとうございます。またお待ちしています。何をいかがかな。どうもね。それにするん。はい、どういかがかな。はい、どういかがかな。どうもね。またおいで。ご用ですか？またどうぞ。ジャス、それっすか？ボーナス、サンキューっす。おすすめです。お買い上げ。それにします。お買い上げ。ありがとう。どうぞ見てってください。人気の商品。商品の人気の商品。ありがとうございます。お買い上げですか？商品のお買い上げですか？ありがとうございます。またのお越しを。見てってくれよ。お目が高いね。はいよ。お目が高い。毎度あり。お目が高い。毎度あり。また来てくれよ。仕事の時。探してきたぞ。
今はこれを受けてるぞ。今はこれを受けてる。今はこれを受けてるぞ。うん。ここが事故現場なんだよね。キーワードを入れればトラウマルームに行けるはずだ。おそらくまた敵が待ち構えてる。お前ら準備はいいか。うん。マリさんに何があったのかこの目でちゃんと見ておきたい。キーワードはスノーシティ。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。ここは雪祭りの会場みたいだけど。おい、あそこ誰かいるぜ。いやはや、まさか君がリベートを受け取っていたとはね。先生、どうかこのことは内密に。それは構わんが、私にも見返りがないとね。事故の責任をあの女に押し付けて辞職に追い込んでやりたい。そして私が市長になる。そう協力してくれるね。はい、それはもう。一体どういうことかしら。市長。おやおや、聞かれてしまったか。市長、違うんです。これはそういうことじゃ。
市長ってことは兵道か。マリさんはこの密談の現場を見てしまった。事故が起きたのはあなたのせいだったのね。市長も話のわからない人ですね。祭りの主催は札幌中央市、税金も投入されてる。安い業者に頼むのは当然でしょう。それで少々の見返りをもらうくらい、職員はみんなやってることじゃないですか。それを雪像が一つ崩れたくらいで。なんてこと。今すぐ警察に連絡します。いいですよ、告発するならすればいい。だけどあなたも道連れだ。何ですって。あなたの指示でやったと証言しますよ。そうなればあなたも破滅だ。あなたは市の最高責任者、証明付きの決裁文書だってある。そういうことだよ市長。残念だが君はもうおしまいだ。あなた市議会議員でありながら不正を正そうという気はないの？私はただ事実を語っているだけだよ。どうです、私の話を聞く気になりましたか？ねえ市長、来るぞ。私は悪くない。全部役所の給料が非改正だ。この世は金金金金が全てなんですよ市長。こいつ市長を脅してたってことかよ。こんな理由があったなんて。マリさんもすごく苦しんでたんだ。考えるのは後だ。今はこいつを倒すことに集中しろ。ヘルスラム、ジャック・フロスト、ラミア、オルトロス、アルセール、サキバス、アルセール、くらえ。告発するならどうぞ。その時は市長も道連れだ。何か仕掛ける気だ。妨害できないか。嘘だ。そんなに市長の逸が欲しいですか。卑しい人だ。あの盾攻撃にも使ってくるわ。みんな気をつけて。オナの防御力が低下してるよ。ナイスジョーカー、敵ヒット。ジョーカーさすが。来い。強敵だが剣道属性が弱点だ。それを狙っていけ。さすがジョーカー、神ヒットだ。周囲のシャドウの防御力上昇を確認。カッチカチだ。気をつけろ。ジョーカーのスキルがヒット。さすがは怪盗団のリーダーだ。防御力が下がってるよ。私にやらせて。いらないの？ヘルソナ惑わせ。ねえ市長、やりましょう。あなたも同罪ですよね。あなたが決裁をしたから、あの子は死んだんですよ。ヘルソナ最高。全部市長のせいにしようとして。でもマリさんは止めなきゃいけない。あなたに構っている時間はないの。こいつを倒せば鳥かごが開くはずだ。みんな気合い入れていけ。お任せするね。我輩に任せろ。ボネ助かりました。ボネ我が半身。ここでペルソナだ。これだな。感謝します。頼んだぜ。あ、来い。
こいつと思わん。ナイスボーガイ、その調子で殴りまくれ。アミに上半でしょ、仲良くしましょうよ。シラッシラッ、どうやって行かない。エルソナ、モナが忘却状態。これじゃエルソナが使えない。弱点にヒット、いつもすごいね。さあ、テイクナスだ、いくぞ。強敵だ、弱点の呪音属性で攻めろ。エルソナタッチ、やせや、来い。エルソナ、いいぞ。まだキーヒット、かっこいいじゃん。テイクオフ、歩け、行くぞ。エルソナ頼む。オッケー、
来る。みんな備えて。血のスパイムガクだもんね。近づいたか。これで王の間に潜入できるな。さっきの奴ら何なんだ。なんか市長と揉めてたな。一人は市議会議員、もう一人は市の職員かしら。職員が雪像を制作した業者から不正にお金を受け取っていたようね。仕事を与えた見返りというわけか。いわゆる賄賂だな。業者の手抜きか技術不足かは分からんが、結果崩落事故が起きてしまった。そしてそれを知った市議会議員が事故を利用して兵藤市長を陥れようとした。そんなところかしら。許せん。これで話の流れはつながった。兵藤はこの話を偶然聞いてしまった。雪像崩落事故の本当の原因をな。そして
市議会議員が自分を陥れようとしていることを。胸クソ悪い話だぜ。金と権力欲しさの汚え連中のせいだよ。兵道の気持ちも分かろうというものだな。彼女は周囲の人間が腐りきっていることを知り、ならば自分が正してやろうと考えた。だからマリさんは職員を酷使したり、無茶な倫理条例を制定したり、しかも市民を意のままに操り、再び市長に当選しようとしている。マリさん、事情はどうあれ、これで鳥かごの鍵は開いた。アジトに戻って予告状をどうするか考えようぜ。じゃ、予告状どうすっかだな。あんまり派手な方法はやめない。あの人、そんなに悪い人じゃない気がするし。まあな、一番悪いのは金もらってたやつだしな。いや、それ利用して市長をはめようとした議員じゃないか。実際に事故を起こしたのは業者だ。悪として裁かれるならそちらの方だろ。熱く語ってるじゃねえか。悪がどうしたって？来てたのね。まあそう邪険にするな。つうかお前ら俺のことを忘れてたろ。一言も連絡よこさねえで何してた？言われてみれば。おっさんのこと綺麗さっぱり忘れてた。お前ら逮捕されても知らねえぞ。悪かったって。まあいい。でどんな状況だ？なるほどな。それが兵道真理子がキングになったきっかけか。だから悪がどうこうって話してたわけか。おっさんはどう思うよ。お前らお人よしにも程があるぞ。どういうことだよ。確かに兵道真理子が追い込まれたのは腐った悪党どものせいだ。だが今の奴がやってることは何だ？それはそうだけど。それに結局のところ事故の責任は許可を出した兵道にある。経緯はどうあれそれが責任者ってもんだ。いやけどよ、法の外から善悪を正そうってお前らにとっちゃ納得しにくいのはわかる。だがそれが世の中だ。いつまでも正義の味方を気取ってるといずれ痛い目を見るぞ。ひどいぞ善吉、そんな言い方するな。悪かった、少し喋りすぎたな。いえ、あなたの話も一理あるわ。確かにそれが世の中かもしれない。だけど簡単に割り切りたくないの。出ないと救われない人たちもいるって私たちは知ってるから。俺たちにしか助けられねえ奴を助ける、そのために怪盗団を作ったんだからよ。お前らが本気なのはよく分かったよ。でどうする？どっちにしろ兵道をほっとく気はないんだろ。うん、マリさんを止めよう。ハル、マリさんが今やっていることは歪んだ欲望の押し付けでしかない。どんな理由があったってそんなことを許しちゃいけない。うん、我が輩たちは
己の正義を信じて戦う怪盗団だ。我が輩たちが信じるやり方で兵道に引導を渡してやればいい。異論はない、決まりだな。ありがとう。それで予告状はどうするんだ？市長の部屋にカレーと予告状を届けるとか。出前かよ。つかそこはラーメンじゃね。部屋とか限られた空間は避けた方がいいかも。ターゲットが予告状を見ないと意味がないわ。選挙戦中に通りそうな場所なら、鈴篠の選挙ポスターがある場所は。ああ、演説のタイミングに合わせればバッチリだな。問題は誰が実行するかだが。おい、なんだお前ら、まさかまた。よっさん、今回もよろしく。あのな、ただでさえ俺は仙台でお前らの片棒を担いでんだぞ。なんとか頼めないかしら。さっき喧嘩売ってきた罰だ。自業自得だね。予告状は私たちが準備しておきますから。頼んだぞおっさん。このクソガキども。ああ、もう分かった分かった、やりゃいいんだろう、やりゃ。ありがとうございます。ったく、なんでこんなことに。まあいい、やるなら早朝だ。遅れんなよ。いいか。いいチョイスだ。おお、これはなかなかいいチョイスだ。うまそうだ。役に立つぞ。誰のにするんだ。迷ってるのか。誰のにするんだ。どれにするんだ。お買い上げだな。